皆さんこんばんは。HKT48 の武田智香です。本日も私のラジオ番組、ハッシュタグもかのとファーストトークが始まりました。3回目でございます。イエーイ。あれ、ずっとこれでしたっけ？あ、ずっとこれ？ もうだからわかんなくなってきた。さっき3分前くらいに聞いたはずなの、もう忘れちゃった。さあ、3回目でございます。なんかもう、これ、4月半ばでしょ？もう、きっとさ、桜もないんでしょ？桜って本当に一周すぎません？あ、え、花粉ある？え、本当？え、めっちゃ嬉しい。え、でも、だって別に桜が花粉持ってないもん。違う違う違う。危ない危ない危ない。違う、花粉持ってんの。杉とヒノキっていう、ちょっと、敵なの。はい。本日も花声で。今日も京都で花声で。どっかから花声が消えるんでね。きっと、この今後、放送回で。あ、こいつ花粉終わったんやなって思っといてください。ああ、本当に。嫌ですよね、花粉って。はい。最近は、ツアーもあって、別の公演の千秋楽もあって。で、まあ、もう全部やったかのように喋り出しましたけど、まあ、何もしてないんですけど。これを喋ってるときに。まあ、きっとね、きっと、何があったかわかんないですけど、素敵な日になっているでしょう。でしょう。きっと。きっと。きっとね、あんなことや、こんなことをするツアーと。まあね、それは、ツアーの話はさ、まあね、まあ配信見てくださる方も多いのかなとは思いますけど、いや、自分公演じゃない、めちゃだ、会場行くまでちょっとネタバレとか見たくないんで、すいません、みたいな方もいるかもしれないので、いや、まあきっとネタバレって踏むと思うんですけど。踏みまくるとは思うんですけど、なんせ絶対 SNS で、なんとかユニットしましたとか、なんとかの、曲歌いましたとか絶対書くじゃん。だからもうネタバレ踏まないなんてことは無理なんですけど。まあまあまあ、それでもね、ちゃんと直接見てっていう方がいらっしゃるかもしれないので、その話はまたどこかでしようと思います。てか、普通に初日終わってからすべきですもんね。はい。待っててください。ということで、本日も3回目ですね。本日も。あ、違いました。それでは、早速、タイトルコールに行きましょう。ハッシュタグ、モカノート、ファーストトーク。改めて皆さん、こんばんは。HKT48 の武田智香です。本日も私のラジオ番組、花声すぎて笑っちゃった。ハッシュタグもかのとファーストトークが始まりました。3回目。まあ、とは言いつつね、一緒に撮ってるね。へへへ。収録よ。これなんだっけ？忘れちゃった。あ、それや。これなんだっけ？どうちょっと。面白だ。そうです。収録です。普通歌。感想等を読ませていただこうかと思います。ですね、感想。ラジオネーム、ヒロさん、ありがとうございます。YouTube になって、モカちゃんパワー感じて、音楽や YouTuber 感あったり楽しかった。毎週月曜楽しみやね。ありがとうございます。そう、YouTube になって、ありがたいことに、いろんな音楽がついて、フューって言われるのについて。これこれ。結構ちょっと似てない？うわ、ちゃんと伝わるレベルに似てるか。これこれ。どっかね、あって。YouTube の方がやっぱ、聞きやすいというか、登場しやすいんですかね。皆さんの、生きている生活の中には。どうなんでしょうか。ちょっとわかんないですけど。でもね、きっと、YouTube の、わかんない。私、あんま YouTube 開かなくて、普段。他のサブスクをね、見てることが多いので、YouTube を見る機会があんまりなくて、YouTube ちょっと疎いんですけど、
でもさっきちゃんとチャンネル登録してました。なんか調べてこないと出てこなくてさ、めんどくさくってチャンネル登録した。なんかチャンネル登録者数にさっき貢献しました。そういえば、でもさっきしたわ。そう、これまでずっと HKT48 とアンダー、あ、スペースとっとうとって調べて、このとっとうとチャンネルを見つけてた。けど、ちょっとめんどくさいなって思ってたら、あ、チャンネル登録すりゃいいやんって思ったんで、みんなチャンネル登録をおすすめするよ。きっとこれ聞いてる方は知ってますよね。わかんないですよ。これ言ったことで、この放送後になんか、トゥトゥって、ちょっと増えるかもしれない。あ、チャンネル登録してなかったわ、と思って。いう方もしかしているかもしれないから、そういう方のね、後押しになるかもしれないんで。やっぱ、言っとこうって。あ、でもさ、じゃこれさ、放送される時にはもう解説されてだいぶ経ってるんですよね。いや、違いますよ。皆さん安心してください。まだ解説されて1週間も経ってないですから、まだ許される範囲ですよ。今はね、もうまだ許される範囲だ。よしよし。ぜひ。でも3週間も経ったらさ、いろんなのアップされてそうですね。私さ、ゲーム出たいんで呼んでください。そういえば。え？うーんって。首かしげんといてや。うーんって。ゲームしたい。うんね、エミリスさんにはアピールしたんです。ゲーム出たいって。出た。あ、出られると思うよって。やったいう話をしたので、いつか、どっかで、読んでください。考えます。はい。もう、スケジュールに入るの楽しみにしています。ね、二つ目読みましょうか。はい。ラジオネーム、シリウスさん、ありがとうございます。ツイッター、インスタから聞いてました。嬉しいね。楽しい放送、ありがとう。マカちゃんのマキシンガントーク、大好きです。ありがとうございます。嬉しい。そう、これね、もともとツイッターからやってて、ツイッター2分20秒、毎日1個喋るみたいなのをやってて、その後、YouTube に移行して、間違えた。インスタに移行して、15分くらい喋って、そして、YouTube に昇格しました、っていう、こちらの、モカの音ですので。長年、嘘、そんな長いことやってない。最初から聞いてくださってる皆さんとか、Twitter から聞いてくださってる皆さん、ありがとうございます。YouTube から、なんかね、コメントで初めて聞いたけど、みたいな、書いてあったんです。初めて聞いたけど、なんだっけな、なんか、まあ、よかった的なね、ちょっとなんか変に持って喋っちゃいそうだから申し訳ないんで、なんか、ちょっと、ぽわっと言いますけど。みたいな書いてあったんで、あ、嬉しいと思ったんでね、ぜひ YouTube から始めまして、皆さんも聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで、本日も皆様、よろしくお願いします。とっとうとチャンネルをキーステーションに配信中、武田智香のハッシュタグモカノートファーストトーク。 HKT48 の市村愛理です。市村愛理の市村ラジオ、毎週火曜日22時に HKT48 とっとうとチャンネルで配信中。一日の終わりにぜひ皆さん聞いてね。HKT48 の馬場さやかです。宮崎園です。サガーズのお部屋、毎週水曜日22時に HKT48 とっとうとチャンネルで配信中。夜のお供にぜひお聞きください。みんな聞いてね。武田智香のハッシュタグモカの音ファーストトーク。それではここからはこのコーナーを実施していきます。ハッシュタグマリアージュ、最高の組み合わせ。
苦みのあるエスプレッソにミルクとチョコレートソースを加えることによって作り出される飲み物、カフェモカのように、組み合わせによって絶妙な味わいを生み出すという意味のマリアージュ。そんな自分だけの最高の組み合わせを教えてください。例えば、冬プラス北海道、セロリプラスマヨネーズ、などなど、いろいろありますけども、早速、皆さんからいただいた、ハッシュタグマリアージュ最高の組み合わせを紹介していこうと思います。はい。ラジオネーム、はやったさん、ありがとうございます。クリームシチュープラスさつまいも。おーね。絶対美味しいじゃん。わかちゃんは、クリームシチューに入れる芋といえば何ですか？一般的にはジャガイモが多いのではないかと思いますが、実はクリームシチューにさつまいもを入れるのがおすすめです。さつまいもの甘さがクリームシチューと合うのです。一回試したら、次からさつまいも派に寝返ると思います。なお、芋だからといってクリームシチューにうっかり、さかいもかちゃんを入れないように注意してください。この方、お芋ちゃん推しですよね。急に、急にぶっ込んじゃった。それ。ちょっと、危ない。よし。危ない。変だね。ぶっ込みを急に入れてしまった。危ない。クリームシチュープラスさつまいも絶対美味しいじゃんね。そら美味しいよ。クリームシチューか、最近食べてないな。でも確かに、入れるならジャガイモだな。ジャガイモ？芋って何があるっけ？いや、ジャガイモだな。さつまいも？入れないですもんね、他の。私ずっと里芋と山芋の区別がつかなくて、なんかどっちかは食べれてどっちか食べれないんですけど、どっちかわかんなくてわかんないんですよ。わかんない。里芋か山芋かが食べれないんだけど、これ里芋山芋って聞いて、山芋だよとか里芋だよとか言われたとって、どっちが食べれないのかが分かってなくて、うん、結局わからないって言ってたんですね。まあいいか。でもそれは入れないもんね、クリームシチュー。さつまいもか。最近でもさつまいも好きなんです。前めっちゃ芋嫌いって、嫌いって言い方変ですけど、なんかあんま得意としてなくて、芋をなんか、あ、幼稚園の時って芋掘りってしませんでした？したでしょ？あれをしに行って、で、その後に、その自分で掘った芋で、をこうふかしてくれて、で、なんか、説明のパーティーがあるんですよ、幼稚園で。あったんだけど、でも、まずそもそも芋掘りに行くのも虫がいっぱいいて、手にいっぱい泥がついて、そこの時点で嫌なのに、その後に、みんなはさつまいもが好きだったらご褒美でさつまいもはやった、そのために芋掘りで頑張ったねって感じなんですけど、私さつまいもが得意じゃなかったから、もうその一日がもう苦しくて早く終わってって思ってたんだけど、今となってはなんて楽しい行事なんだって思って、楽しんどきゃよかった。毎回取った芋を持って帰ってママにあげてます。でママがわーいってふかして一人で食べて、私は食べたことなかった。最近大学芋も好きです。大学芋は一番食べやすいですよね、きっと。あれ美味しいですよね。大学芋。コンビニで大学芋の冷凍売ってるんですよ。あれ天才だと思う。あれ天才ですよね。うん。あれ美味しい。大学芋って美味しい。さつまいも。いいな。秋だな。春だ、今。今春だな。季節迷子になっちゃった。まあ冬になったら。やってみてください。あ、え、クリームシチューってでもさ、そ料理さ、ご飯どうする問題じゃない？よく言われるのは。あの、え、私はカレーと一緒、あ、え、うん、カレーと一緒なんですよ。え？多分ね、カレーのお皿に、ご飯にカレーかける、あ、カレーじゃない、クリームシチューかける。多分。なんですけど、なんかさ、別の人も多いじゃん。え、あれなんでなんですかね？なんか、え、やっぱ？え、仲間だ。でもなんかさ、なんか、クリームシチューおかずじゃねえみたいな。一人じゃないですか。お、カレーとしちゃうけってなるんだ。あれ不思議なんだよな。なんか、それが、クリームシチューとバケットとかになるんだってわかるんですよ。その組み合わせになって、あ、わかる。それわかるよってなるって。なんでわざわざ米をお茶碗に入れて、不思議だなって思ってますけど。どっち派が多いんだろう。
全然違う話しだしたけど、いつも私こうやって配信が伸びるんです。ラジオネーム、首長さん、ありがとうございます。もかちゃん、おはこんばんにちは。やば、これ久しぶりに聞いた。ティーズラジオでこれ言ってた。おはこんばんにちは、みたいな。わ、やってった。どうも、こんばんは。私にとってマリアージは、カルピス、かっこ原液、プラス牛乳です。うわ、それ言う人いるよね。乳製品に牛乳を足しちゃうわけですが、確かに。これが絶品なんです。もう水割りカルピス、過去普通のカルピスが飲めない体になってしまいました。このことを以前、清水リオちゃんの755にコメントしたら、わかるってお返事いただきました。リオちゃん意外なことするやん。あんなに偏食なのに。これはいけるんや。これ私ね、めっちゃ前に小学生の時にこう言われたんですよ、クラスメートに。こっちのが美味しいよって言われて、で、なんかの時にそれ試したの。でも私はちょっとダメだった。分量なのかな、あれ。なんかうまいこと配合したらいけるのかな。わかんないけど。私は、原液に普通にお水か、まあ、炭酸水とかでカルピスソーダにするか、カルピスの原液はかき氷にかけるのが好きですか。牛乳か。でもこれ言う人結構多いからさ、なんか美味しいんだと思う、きっと。うん。ああ、はいはい、確かに。いろんなのありますね。何カルピスが好きか？あれ、ぶどうと、季節限定、冬だけイチゴが出るんですよ。あれが好き。でしょ？あ、美味しいっすよね。あれもいいんだよな、あの元気。一時、あのね、でも、それで言うと、まだ、コーヒーとか、カフェオレとか飲めなかった頃、小学生とかの頃の、冬の温かい飲み物は、ホットカルピスでした。だから、うちにずっと原液あったけど、なんか毎回飲み切ると、次何の味にしようかなとかしてたけど、やっぱ、ぶどう、めっちゃうまい。これ、なんで美味しいんだろうな。でも私わかんないのが、カルピス原液で作るときと、普通にカルピス、何ですか、お店でさ、ペットボトルで買うときって絶対味違くないですか？あれになったことないんだよな。むずい。濃いめに作る派。ちょっと濃いめに作る。なんか濃いめに作って、あ、ちょっと濃いなって思いながら飲むのが好き。マジ変な人？やば。薄いのってちょっとなんか悔しくなりません？なんか、確かに。いい感じになっていく後からっていうね。確かになぁ。そっか。確かにとか言っちゃった。ね。私は、濃いめに割るのが好きだ。そう。スタッフさんは、濃いめに割って、そこに氷を入れて、後々これが溶けて、こう、いい感じになるのが好き。まあ、確かにわかる。でも私ね、氷が溶ける前に飲み切っちゃう。ふふふ。感じで、それで失敗するんですよ、もう。その手で、作ると。あれ、濃いまま終わって氷残ったって。難しいね、カルピスの割り方って。こういうのの割り方って、なんか、正解に届いてたことないんだよな。どうしよう。カルピスか。全然飲んでないな。カルピスって飲まなくないですか？なんか。ね。なんか、楽屋に一生あるのはあるけど。楽屋の冷蔵庫ってなんか、いつからいるみたいなさ、カルピスとコーラとさ、麦茶入ってます。冷蔵庫。やばい、あれ。いつからいるんだろう。そんな感じで、気になった方は、やってみてください、これ。どうなんだろうなぁ。はい、これか。はい、ラジオネーム、ケンタさん、ありがとうございます。コンビニの袋入り千切りキャベツ、プラスふりかけ。ああ、はいはいはい。袋にふりかけを入れて、シャカシャカ振るだけで味付け完了。いい感じの味が馴染んで美味しいし、洗い物もゼロでお手軽です。いや、これ天才。
え、これね、あ、じゃこれ私、あの、ドレッシングはよくやるんですよ、これ。あの、本当にこれさ、なんか、アイドルがやるのはどうかと思うんですけど、コンビニサラダって高いじゃないですか。でも、コンビニの千切りキャベツって100円なんですよ。で、あの、ドレッシング、ちっちゃいドレッシング、あの、付属の、サラダに付属じゃないです用のドレッシングあるじゃないですか。あれを買って、で、その袋の中にただ入れて、で、混ぜて、そのまま箸ぶっこん、箸突っ込んで食べるんです、こっちも。あれ、美味しい。し、そのままちょっと置いとけるし、なんか、なんか、どうにしようがあるから、あれ便利です。でも、ふりかけって頭いいなって思う。ない。普通に、だって、普通にドレッシング取っちゃうもん。で、でも、ふりかけのが確かに、チョレギサラダみたいなことになるんですよ。いいな。美味しそう。え、何のふりかけ美味しいんだろう。やば。速度。もう、すぐ試してください。今日買って帰ろうかなって言ってるんで。ここで。絶対美味しい。卵系か、え、でもさ、塩昆布美味しいじゃないですか、言うと。え、キャベツと塩昆布したことないんですか？あれでも、優勝ですよ。キャベツに塩昆布つけて、入れて、もうぐるぐるぐるって回すだけか、そこにちょっとごま油、あれで一緒に生きていきます。あ、それは嘘。それは嘘だけど、天才美味しいんで。え、ふりかけやりたいな。ちょっと何が美味しかったか言ってください。やってみて。ふりかけってさ、コンビニ売ってるんですか？あ、そうなんだ。一気で？あ、じゃないかも。何個か入りでね。あ、まあいいですね。いろいろ実験できますもん、したら。いいなぁ。これはやりたい。これは美味しいもん。絶対。お手軽だしね。いいな、いいな。素敵。いいことを教えてもらいました。みんなやってみてけろ。これは。マリアージュか。いろんなのありそうだな、でも。いいですね。ということで。ぜひ、他にも、これ好きよってのあったら、ぜひ皆様、どしどしお便りお待ちしておりますので、よろしくお願いします。以上、ハッシュタグマリアージュ最高の組み合わせでした。HKT48 の石橋いぶきです。竹本くるみです。いぶくるの休み時間、毎週木曜日22時に HKT48 とっとっとチャンネルで配信中。聞いているだけできっと笑顔になれます。私たちの休み時間を覗き見しませんか？せーの、みんな聞いてね。HKT48 の自動 NM です。自動 NM のめいめい聞いてよラジオエボリューション、毎週金曜日22時に HKT48 とっとっとチャンネルで配信中。みんなめいめい聞いてよ。の下野由紀です。下野由紀のナイトトーキングルーティーン、毎週土曜日22時に HKT48 とっとっとチャンネルで配信中。あなたのナイトルーティーンにぜひ。みんな聞いてね。モカのハッシュタグモカの音ファーストトーク。さて、早いものでお別れの時間がやってきました。さあ、今回はでも私多分ね、マリアージュ今回全部ご飯系の話だったじゃないですか。なんだっけ、芋とカルピスとキャベツね、ふりかけ。ね、いつも思うんですけど、食べ物の話が一番話膨らむんですよ。配信でもそうだ。で、いつも配信とかの時って夜帯にね、
するんですけど、そのためにみんなにお腹すくからやめてって言われるので、きっとみんなこれを聞いてまた、うわ、美味しそう、お腹すくやんってなってることと思いますので、まあ皆様まだね、日付が変わる前にこれを聞いている方は、まあ、スーパーに行っていただいてもいいですし、お家の冷蔵庫を漁っていただいてもいいですし、帰り道の方はコンビニに寄っていただいてもいいですし、どうぞ食に負けてください。どうぞ食に負けていただいて、しっかり美味しそうなものをゲットして美味しく食べてください。わいや、千切りキャベツのフリカフェ絶対美味しいですよ。でも、もう今から言ってください。ハローでまだ空いてないわ。空いてないわ。そこから、コンビニ通園で帰り道で取っていただいて。大変な。ローソンなら、ウーバー、あ、出ないか。超自粛した、今。偉かった。頑張っとこう。夜中のコンビニで。慣れました？慣れたんですかね？慣れたと思いますよ。だってこのくつろぎながら喋ってる。もうね、最近、うち部屋をもう、めっちゃ住めるようにしてて、ソファーも買ったし、テレビも買ったし、もう超充実してるんで、すっごいソファーでやってるんで、もう超まったりしてます。今日帰ってからでもいいですよって。帰ったらもう寝ちゃうんでしょ。大変だな。お疲れ様です、皆さん。これを、だって、きっとさ、これ乗ってる時にさ、まだ仕事時間でしょ。これが趣味なの、強すぎる、本当に。だいぶ、カロリーの高い趣味。うん。確かに、そうだ、見た。6曲担当している。大変です。ケーキさん。ケーキさんって可愛くない？ケーキだよ。本当だ。やば。怖っ。恐ろしいって。わー、どうなってるかな。ということで、3回目も終わりますけれども、まだまだ今後とも番組の感想だったりお便り、企画はですね、番組専用の Google フォームからお送りしていただけたら大変喜びますので、よろしくお願いします。また、SNS でつぶやく際は、ハッシュタグもかの音、全部ひらがなでもかの音でつぶやいてもらえたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。それでは、また来週の月曜日にお会いしましょう。バイバーイ。